私たちはアミンチュを応援しています。知ったかぶり返すつもりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュ。例えばこんな動画がいっぱいです。リアル宝探し虹色レイク探検隊、江戸の世の19財宝探検レポート。7月1日からスタートした虹色レイク探検隊、イベントの舞台は滋賀県全域。滋賀のさまざまな地域を回りながら学びと宝探しができるとあって、たくさんの挑戦者が宝探しにチャレンジしています。すでにフィールドで宝探しにチャレンジしている挑戦者のみんなを取材してきました。を求めてエリアを歩く挑戦者のみんな、入り口っていうかあそこやから、宝の地図を見ながら家族で相談、宝のありかの謎に挑みます。頑張って虹色レイク楽しいよ。親子で手がかりを探す挑戦者さん、あっちにはないからさ、もうちょっとまっすぐ行ってみて。あっちの方、うん、これ白じゃない、ここ白身じゃないし。あったなぁ、あった。見事手がかり発見。これまでどれくらいの謎を解きましたか？ここぐらい。あ、ちょっと難しいけど全クリできるように頑張ってます。皆さんもやってみてください。なかなかこういう子供と一緒に何かこう探すとか探検する機会っていうのがないので、やっぱりこのお城を巡ったりとか、すごくこう目に入ってくる情報っていうのは大きいので、本人もすごく感動してるので、行ってよかったなって思いながら今回ってます。兄弟で参加している挑戦者さん、広いエリアを走り回って手がかり探し。地図を見ながら二人で探してついに手がかり発見。宝のありかの謎解けるかな。難しかった。難しかった。普通に見たと思ってた頃にあった。二人は去年も宝探しにチャレンジしたそうです。今年の目標ってどうですか？頑張って景品当てたい。人情か旅行券。なるほど、あ、旅行券。探検隊の必須アイテム宝の地図はトヨタモビリティ滋賀のお店でもらえるほか、ウェブでもダウンロードできます。詳しくは虹色レイク探検隊で検索。リアル宝探し虹色レイク探検隊、江戸の世の19財宝は9月30日まで。お早めにチャレンジしてくださいね。次はこれ、先生と遊ぼう。お家にいながらいろんな保育園や幼稚園、子ども園の先生と遊べるよ。今回遊んでくれる先生は、ナナ先生とラン先生。何して遊ぶ？先生たちと一緒にグーチョキパーで何作ろうをやってみよう。グーチョキパーで何作ろう、面白そう。先生に合わせてやってみてね。グーチョキパーで、グーチョキパーで、
何作ろう何作ろう、右手はパーで左手もパーで、ちょう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 、グーチョキパーでグーチョキパーで、何作ろう何作ろう、右手はチョキで左手はグーで、カタツムリカタツムリ。皆さんできましたか？お家の人とやってみてね。楽しかったね。先生にみんなでお礼を言おうね。せーの、ナナ先生とラン先生ありがとう。ここからは保護者の方へ向けてお送りします、先生聞かせてのコーナーです。現役の先生に聞いてみたい今回の相談内容はこちら。それでは現役先生のナイスアドバイスをお聞きください。子どもの中でうまく自分の気持ちを言葉で伝えられないときに叩いたりすることで自分の気持ちを表しているのかなと思います。子どもに叩く理由を聞いたり、一緒に遊んだりスキンシップを取ったりして、子どもと触れ合う時間を作ってみるのもいいかなと思います。先生と遊ぼう、次回もお楽しみに。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。里親って何？安野さん、里親って何？そら、白くて甘いもん売ってる店やろ。それは里親じゃ。いつジョークやかな。里親いうんは子供を迎え入れて親子になる人のことやろ。それは戸籍上の親になる養子縁組里親のことじゃな。実は里親にはいろんな種類があるんじゃ。へえ。養子縁組はせずに一定期間子供を育てる養育里親、それから親が出張や病気や出産、育児疲れで一時的に子供を預かる里親などがあるんじゃ。どうやって落ち着き持てる社会がええな。落ちつもたれつじゃ。待ちこた里親さん増えてほしいな。特別な資格や子育て経験も不要、滋賀県里親会で検索。待ってるで。今日のエンディングはこちら。提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。